おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい優勝の瞬間も見させてもらって、やっぱ感動するというか、もう目の当たりにも優勝っていうのがあって、はい、まあ、優勝するだろうなと思いながらも、うん、やっぱ今日もさすがの岡田野球、そうですね、素晴らしい試合を見せていただきました。どうですか、まず試合を見てずっと見られてたと思うんですけども、まあ、最初は硬かったし、はい、まあ、でもこの優勝の瞬間、なんで俺が泣くのか分かんないけどいや感動したのは栄光の架け橋、ね、横田の登場曲、それを使って、岩崎が出てきた。まあ、坂本にホームランを打たれてね、危ないシーンもあったし、あの秋広がねツーベース打ったっていうシーンがあったけども、あれもなんか横田が阻止してくれたのかなっていうようなね、うん、そんな感動もあったし、あの大山、はい、あの泣いてたな。泣いてましたね。なんかすごいやっぱりね重圧があったんだと思うよ。だからそれをすごく跳ねのけてね、まあ、今日でも1打席目ゲッツー打ってて先制のチャンスでね、はい、まあ、決勝 の、 あの犠牲フライというか、うん、まあ、そういうのは打ち上げてくれてたけども、いや1年間通してやっぱ大山っていうのはすごく耐えてたし、うん、よく頑張ったと思うよ、うん、でここまで4番にずっと座るまでの過程を考えると本当に苦しかったと思うし、でもあの大山の涙を見たときに良かったなと思ったね、うん、去年の悔しい思いもすごい責任を感じてますしね。まあそうだね、はい、だからまあそういう意味ではまあ、素晴らしい優勝だったし、もう本当に里輝もなんか3年連続20本という ね、 うね、なんか今日打つかみたいな、はい、まあ、そういう感動的なホームランもあったし、もう本当になんかこう素晴らしい18年の思いが詰まったような、まあ、優勝のシーンやったね、うん、どうですか今日の戦いを見て、うん、うん、まあ、豊さんが気になった点、ここはやっぱりさすがだなと思った点とは。すごいなと思ったのはノーアウト満塁を作って先制できなかったんだよね。そうです。で、まあ、初回もそうなんだけど、はい、ノーアウト1・3塁で、ワンアウト1・3塁か、ワンアウト1・3塁ダブルプレー、そう、それでチャンスを潰す。普通流れが変わって相手に流れが行きそうなところをやっぱ才木がさ、はい、やっぱ頑張るね、投手陣の頑張りはやっぱすごいなと思うのと、やっぱ8回に3人の投手で切り抜けたというね、はい、やっぱ岡田監督のその打つ手というのはやっぱ厳しくもあり、まあ、選手を守るということもあるし、やっぱ素晴らしいなっていうふうには今日も感じた。ここで動かすかみたいな場面もいやいっぱいあった。もう初回から振り返ってみたいと思うけど、今日の素晴らしいゲームはね、はい、まず中野が内野安打で出て、はいはい、で森下のセンター前でファンブルを見た中野が、うん、サードに走り1・3塁、はい、で大山がゲッツーを打ってその回無失点0点に抑えられたというね。で4回、最初中野がレフト前ヒットで森下がライト前でつなぐんだよね。でノーアウト1・2塁を作るんだよ。で1打席目の大山にどうするかなと思ったら、まあ確かに4番だから打たしていくよね。それでフルカウントになった時にどうするかなと思ったらライエンドヒットかけるんだよね。これが見事だったと思うよ。やっぱスライダーが来る、引っ掛ける、うん、そういうことも含めて、で大山の今の状態を考えたときに、うん、もう一回ゲッツー打つかもわからないという、うん、やっぱ読みもあったと思うんだけども、それで赤星のクイックもそんなに速くなかったんだよね、うん、1・2塁ということで、はい、それも見据えてラインドヒットをかける。またショートのちょっと深い位置に飛んで、まあ門脇がどこにも投げられないという状況を作り満塁を作るんだよ、はい。だからこの満塁の作り方っていうのは素晴らしかったよね、うん、やっぱ選手の気持ちも考え、相手の投球配球、
そういうものも考えての、ノーアウト満塁の作り方だったと思うんだけども、うん、まあ、その後サトテルが三振、はい、でノイジーがピッチャーゴロ、1日3のゲッツーということで、はい、このチャンスを潰す。だからこれ完全にもう初回も潰してる、4回も潰した、これはジャイアンツに流れが来るなっていうところを、やっぱ才木がピシャッと抑えていくんだよね。で6回に点が入るなっていうふうに思ってたのは、はい、両軍1番から始まったんだよね、はい、で5回のブレイクタイムがある、はい、まあ、そこでもう1回仕切り直しなんだよ、うん、これは立ち上がりと同じように赤星は6回先頭打者近本から始まるのにだいぶ意識が多分強かったと思うんだけども、はい、その近本がライト前ヒット打ち、はい、中野がセンターフライ、はい、でワンアウトランナー一塁、はい、で森下、これがねツーボールワンストライクになった時にあれ単独スチールなのか、はい、ラインドヒットなのかちょっとわからないけどもエンドランなのか、はい、あのちょっとかけるんだよね、うん、で森下の打ち方見てると俺はエンドランだというふうに思うんだけど、はいはい、それで1、3塁を作る、またチャンスを、はい、広げて作るというね、はい、で大山がセンターに犠牲フライ、うん、続く佐藤が三振したスライダーを見事にセンターバックスクリーンに20号、3年連続20号のホームランを打つということ、うん、岡田監督がどん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 チャンスを広げる采配を打っていくんだよね。これがやっぱり、素晴らしかったと思うよ。これはやっぱりあそこでこう動かしていくっていうのはやっぱり他の監督さんとはちょっと違う点、ね、やっぱり勇気がいる。それはねノーアウト一塁で4番バッターの時にボールに手を出す確率が高いのに、はい、あえてラインドヒットをかけるんだよね。これはやっぱり盗塁が成功する、振っても大きな変化球で空振りするっていうふうに思ってたと思うんだよ、うん、でもちょっと高かったから、うん、大山も拾うことができて、はい、悩んだにするというね、うん、だからまあそういういろんな緻密な計算、この優勝争いの中のこの緻密な計算というのは、はい、やっぱ岡田監督はすごいなっていうふうに改めてまた感じるシーンだったよね、うん、でまあ7回かな、はい、7回ですね、うん、坂本がヒットで木浪に送りバント、はい、でまあここはあの最強変えるということで、木浪にバントさせたと思うんだけども、まあ、代打が原口がセカンドファールフライで近本があの中山のトンネルを誘い追加点を取るというね、はい、うん、だからやっぱすごいなと思うのと、また8回、岩佐がマウンドに上がり北村レフト前ヒット、大城がレフト線にツーベース、もうすぐパッとスイッチしたよね、うん、長野に石をぶつけて、はい、サードゴロ、萩尾代打、はい、ここで島本にスイッチ、あの門脇に対して島本をぶつけたから、はい、あの萩尾を代打、三振で丸三振ということでね、だから本当に打つ手打つ手が当たるというか、あそれに応えた選手、それも素晴らしかったし、本当になんかこう優勝するにふさわしいような締まったゲームというか、うん、まあ、巨人もね、あの岡本とか坂本が意地を見せてくれたけども、はい、ホームランということでね、はい、まあ、だけどやっぱ阪神の勢い、また阪神ファンの願い、これには通用しなかったという、まあ原監督もなんていうのかな、やっぱりこう悔しかったんだろうね。今日は終始こう眉間にシワが寄ってたというかね、うん、まあ、そういう対照的な両軍の監督だったけども、うん、まあ、でも1年間通して岡田監督の打つ手というのは本当に細かかったし、本当にその配球とか、うん、そういうものもねしっかり見据えた配球をされてたし、うん、はい、でフォアボールを取ることの重要性、うん、しかしその分三振は増えたけども得点は増えてるというね、うん、だからやっぱそのチームが持ってた課題を一つ一つクリアをしてこの優勝に導いたという、だからなんて言うんだろうな、みんながエンジンを作って喜んでる時に
やっぱおちゃらけてる人間も一人もいなかったし、そうですよね、みんな輪の中に入りたいということで、はい、みんなもみくちゃになれば おしくらまんじゅうかなとか思ったぐらいなんだけども、そういうなんかこう本当にみんなで勝ち取ったというような、うん、そういうシーンだったね。残念ながらこう怪我で途中で離脱してしまった、うん、梅野選手も、はい、あそこの場に来て、うん、来てたね。最後のそことベンチにいる時も前にこういる姿勢っていうのがあったじゃないですか。そうだね。なんかああいうのを見るとすごいこういいチームなんだなっていう。いや、やっぱりいいチームになったよ、はい、うん、勝つということがどれだけ素晴らしいことか、うん、チームを一つにどれだけすることなのかということも分かったし、やっぱその中に横田のね、今年は死ということはね、向き合わなきゃいけないあの現実もあったし、でも最後に岩崎があの胴上げの時にユニフォームを持って胴上げをされたというシーンなんかは、やっぱこうみんなの思いが一つにならないとやっぱり優勝には届かないし、やっぱ耐え切ったよね。そうですね、厳しいことに岡田監督って本当に厳しかったと思うよ、うん、厳しかったと思うけど、それを耐え抜いた、選手たちもう本当におめでとうございます。それと岡田監督あの言ってた、キャンプの時に俺に、豊かこの年になってしんどいぞって、うん、だけど岡田監督もファームからずっと見ながらね、うん、選手のコンディションを考えながらやった優勝ね、もう本当にちょっとゆっくりできする暇あんのかどうか分かんないけども、まあ、岡田監督ね、あの日本一目指して、ね、まだまだ夢の途中だろうし、頑張ってください。で道頓堀に飛び込んだ人はもう本当にあの危ないからね、はい、あの危険がないようにね、まだまだ先にも喜ぶチャンスっていうのは今の阪神だったら十分あるしね、はい、うん、だから日本一目指して、頑張ってほしいと思います、はい、まあ、とりあえず優勝おめでとうございます。さあこんにちは、はい、いや阪神優勝、そして強かった今年、おめでとうございま す。いや予想ぴったし。えいや阪神優勝だもん。え阪神優勝してたから。してましたっけ？今年の予想は阪神って。あ、本当ですか？そうだよ。だから裏の豊かって言われてたけど、あ、よかった。うちのチームが優勝予想されなくて、岡田監督とあのなんていうの、はい、対談して、うん、あのキャンプの時にね、はい、もうその時にちょっとキャンプの雰囲気とか見たりとか、うん、いろいろして、あ、決めたもん。あ、もういい、あ、これは優勝するなと思った。うんうん、まあ岡田監督も俺はルメールだ。言ってましたもんね。乗せたらかっつって本当に勝っちゃいましたね。それもマジックがまあ点灯して、そこからちょっとね一時期足踏みもあったんですが、あれ足踏みって言うか、言わないんですかね。もうあっという間だったよ。ある時期からトトトトトトンといって、もう最後はねほぼあの連勝に近い形でという優勝になりましたけれども、はいはい、もちろん岡田監督が今年就任されてその手腕采配っていうのもあると思うんですが、今日はこの動画で今年優勝した阪神の MVP 投打一人ずつ豊さんにちょっとまず開けてもらいたいんですが、まずはピッチャー陣で今年どういうふうな感想を持ちましたか、阪神のピッチャー陣。エースと言われた青柳がちょっと春先良くなくて、それをどう再生させるっていうね、そういうテーマもあっただろうし、で西勇輝、まあ、ある程度勝ってくれるっていうのがやっぱ全然投げさせてもダメだったって、まあ後半良かったけどね、まあ青柳もそうだけども、だけどそのベテランがこう2人、まあ、思うように働けなかったというところから考えると、まあ、若手とか、まあ、移籍組だとか、まあ、そういう人たちが頑張ったなという、うん、まあ、それもやりくりでね、はい、いろいろ頑張ったなと思うよね、うん、だからあの西純也なんかはさ、やっぱ先発させても全くダメで、うん、途中で中に入れて、はい、でまた先発に戻して何試合か勝たしてみたいな、うん、まあ本当にあの苦労したと思うよ、うん、浜内、湯浅がセットアッパークローザーというね、はい、ところを任せようと思ったの2人こぞってダメだというね。湯浅投手がいなくなったっていう、まあ、あの打たれ方、うん、ね、ホームランとか、はい、まあ、あれはちょっとあの表情を見たら、うん、今年はちょっと無理だなっていう風な、はい、まあ、表情を浮かべたけどね、うんうん、だけどそこから危機管理っていうのがすごく監督ができてるなっていう風には感じたよね。それはもうキャンプの時から危機管理っていうのも頭に入れながらその練習してたってこと、まあ、ある程度ね、
ピッチャー陣はその思いのほか苦労したと思うよ。あ、数はいるけどどう組み立てていくか、まあ、岡田監督っていうのはどちらかというと7、8、9を決めたがる、はい、でもそこを流動的に持っていって、うん、勝負どころでは惜しげもなく追い込んでいったというね、まあ、そういう手腕とか、はい、だから投手の中で MVP って言われるとやっぱ村上かなと思うね。あ、村上投手、はい、これね、まあ、10勝もしたよね、はい、で今年初めてポンと出てきて彗星のごとく、途中でね、あれ交流戦の時だと思うけどチームの状態がすごく悪くて、うん、はい、中継ぎ陣とかももう疲弊し始めてる時に村上が楽天戦仙台で完投負けしたんだよね。あ、はい、まあ、あの試合はねすごく感動した。で村上も歯を食いしばって、まあ、中継ぎを休ませるというか、うん、まあ、そういうこともできたしね、はい、多々あったんだよ。まだ投げれるのに岡田監督がもういいって変えたこともあったけども、ここは村上完投してほしいって言った時にはなんかそういう期待にも応えてくれたし、だから俺は村上かなっていうふうに思うんだよね。あ、村上投手、最初にあわやノーヒットノーラン、まあ、そうだなっていうところで岡田監督が変えたっていう、なんでやねん変えて何が悪いんだろう、そっから、まあ、そういう感じだけどもやっぱ頼りになったと思うよ村上は。本当そうですよね。あ、まあ、大竹はね一時期離脱というか、うん、はい、体調がね、うん、悪くなってで戻ってきた時にちょっと足踏み状態で、はい、まあ、勝率はいいんだけども、そういうところもあったし、まあ、伊藤も安定はしてたけどもね、うん、でもインパクトとしたらやっぱ村上かなという感じですよね。ですよね、まあ、防御率もねすごいですし、まあ、そうだな、はい、ピッチャーで言えばその屋台骨を支えたっていうのは村上なのかなっていう、まあ、みんなが勝ってるから、うん、その印象は薄いかもわからないけども、はい、でも俺の印象の中でやっぱりこう苦しい時に完投をしてくれる、完投負けもしてくれたみたいな、まあそういうところをやっぱり評価はしたいよね。そうですね。あと例えば、まあ、MVP は豊さん的に村上投手だとして、例えば中継ぎで桐敷、まあ、投手が途中から、まあ、ロングリリーフというか、そうだな、あと島本投手がランナーがいるピンチの場面で必ず出てきたりとか、この2投手も非常にこの、いや、それは中継ぎで言えば、うん、やっぱ島本谷、まあ、梶谷もね一時期頑張ったりとか、 あと桐敷、まあ、桐敷の使い方なんかうまいよね、うん、まあ、岡田監督のそのコメントでも、はい、外から回して伝えるように、はい、影褒めみたいなのしてるからね。そうですね。だからそういう、 こうやり方もすごくうまかったし、うん、でもその期待に応えた桐敷っていうのもね、うん、まあ、立派だったしね。で岩佐田がダメだ、あ、ちょっと疲れてダメだと思った時にすぐ配置転換というかさ、そうです、ね、違う人をポッと持ってきたりだとか、はい、使い方に嫌味がないんだよね、はい、うん、だからダメなものはダメで使わないということは徹底してたよね。そうですね、うん、これはやっぱりこうチームのバランスを崩したりだとか、まあ、する確率が高いというね、まあ、いろんなチーム見てるとやっぱ悪いのにしつこく使ってまたダメかっていうことをダメの上乗りしてる人がいるんだけど、はい、まあ、だけどやっぱこう上乗りはさせないよね、うん、岡田監督は。いや、ダメだったらちょっと休んで調子を取り戻せみたいな、うん、お前の実力はこんなもんじゃないんだというようなことはもうすぐ明確にやらしてるよね、はい、うん、だからまあここら辺のこう判断の速さっていうのもピッチャー陣は助かったと思うけどね。そうですね、うん、あと抑えに今年途中から抜擢された岩崎投手はどういうふうに映ってました？まあ、去年ぐらいからね、はい、そういうポジションでは経験をさせてた、うん、だけどその左ということで流動的にしといてはワンポイントだとか、はい、いろんなところで使いたかったんだろうけど、だけど岩崎がいなくなってから、まあ、抑えにする、これはまあ経験から成り立つね仕事で、そこをまた岩崎が不満も言わずスッと入っていけるっていうところが、はい、やっぱチームの緊張感なのかなっていう、そんな感じもしたけどね。そうですよね、うん、で一方じゃあ野手ダの方ですけれども、ダはどういうふうに映ってましたか？いや、これはまあいろいろあるよね、いろいろあるけど、その優勝させるにあたってやっぱ大山、うん、やっぱ4番を一度も外れてないということと、やっぱフォアボールの多さ、はい、まあ、今年のテーマだったのがフォアボールだよね、まあ、本当に大山我慢したと思うんだよ今年打席の中で、で我慢を覚えて、
まあ、それがやっぱこうチームに打線のつながりを作り貢献に努めたというね。うん、まあ、だから、まあ、他のチームの4番から考えると打点は少ないかもわからないけども、うん、だけどあのフォアボールで出塁して次へつなげていく、うん、で塁を埋めていく、うん、そういう作業っていうのは大山っていうのはすごかったなと思う。その去年までの4番大山選手と今年の4番大山選手ってやっぱりそのフォアボールの取っていくだったりっていうことがやっぱり大きな違いと、まあ、チーム全体に言えることなんだけど、うん、それを率先して4番がやったということね、はい、まあ、これがまたやっぱ貢献だし、うん、何も4番が打たないと負けるとか勝てるとかそうじゃなくて4番もつなぐときはつながなきゃいけないというね、うん、まあ、そういうことで後ろのバッターがヒーローになったりだとかさ、はい、するケースも多かったし、だからその大山の存在っていうのは大きかったと思うよね。そうです。まあ、そのマジックが減るにつれて調子を崩していったけどもそうですね、9月はちょっとここは大山らしいんだけどもね、はい、だけどそれまで持っていくためには、うん、やっぱ大山の力っていうのはやっぱ決めるところはさよなら決めてくれたりだとかさ、はい、まあ、いろいろしたしね、うん、でもう行ってほしいって言った時にここ一本で打ってくれたのが大山だったと思うの。そうです、うん、だから、まあ、近本っていうね、まあ、勝負強かったしね、うん、まあ、木浪っていうのも、はい、あれだし番でね、梅野が抜けてから坂本って本当に苦しかったと思うんだよ、うん、俺がダメになったらもうこの優勝はなくなるっていうぐらいのやっぱそこまで考えたと思うんだよね。でもそこを立派に務めた坂本っていうのも立派だし、そうです、ね、うん、ただ投打に分かれると、はい、やっぱり優勝させた4番っていうのは、うん、やっぱり評価されていいかなっていうふうには思うよね。そうですね、やっぱりチームが苦しい時にやっぱり1本打ったりとか1つフォアボールで出たりとかそれが点に絡んだりとか、いや、いやらしいフォアボール取るんだよ、うん、また前半からずっと、うん、まあ、マジックが減るにつれてブリブリ振り出したけどね、はい、やっぱりヒーローになっちゃうのかなとか思ったけど、はい、まあ、だけどそこは大山のなんか可愛らしさでね、うん、本当に大山はよく我慢もしたしよく勝負どころで打ってくれたっていうことは言えるかな、うん、そうですね、やっぱりその阪神の4番の大山選手っていう存在がやっぱりこの優勝にも大きかったっていうところは言えますね。いや大きいよな、うん、あとやっぱりあの一生懸命さ、はい、もう叩いていいんじゃないかなと思うよ、うん、まあ、阪神の選手は本当に一生懸命やったけどね今年ね、はい、だけどその中でもやっぱり4番が率先してね、うん、全力疾走したりだとか、はい、相手に隙を見せなかったという、うん、まあ、そこら辺がやっぱこう大山が持ってるその試合にかける緊張感とかね、はい、そういうものがすごく良かったのかなっていうふうには俺は思うけどね。そうですね、うん、あとちょっと話名前が出たそのやっぱ近本選手、はい、まあ、中野さん1、2番コンビであったりとか、近本はやっぱ勝負強かったな、はい、あ、まあ、出塁率もそう盗塁もそうなんだけども、やっぱこれは木浪との連動性があったね。ありましたね、で木浪がやっぱり打ってくれるし、で上位に回ってくる、そこで近本の勝負強さが生きるとか、はい、で中野がつなぐとか、うん、3番に森下を最終的に持っていったりとか、まあ、最初はノイジーが打ったりとか、はい、まあ、途中で小野寺が打ってみたりだとか、いろいろしたけども、やっぱそこにつながった森下、はい、これも印象的な活躍はしたよね。そうですね、最初その3番と5番がなかなか固定ができなくてっていう時もあったんですね。そうだな、3番5番、まあ、特に3番が機能すれば、はい、もう本当に流れるような打線だったけどもね、はい、まあ、だけど途中から森下が入ったり小野寺が入ったりとかして、なんとなくこう形になってきたり、はい、で大山がどしっと構えてくれて、うん、まあ、里輝もこうマジックが減るとともに活躍度がそうそう、大山とは別に比例ですよ、反比例するように大山疲れちゃってんだろ多分だもうそのもうやっとここまで来たかみたいなね、そうでしょうね、あ、よかった、でも本当に安心感あるんだと思うよ、安心、うん、というか、うん、あ、疲れが来るよね、ここからね、優勝したらドーンとやったという達成感でね、うん、あと、まあ、坂本さん選手の話も出ましたけれども、その坂本選手の前までやっぱりこのマスクをかぶってた梅野選手の貢献、まあ、梅野も悪かったからな、うん、最初、うん、まあ、だけど途中からね形になり、はい、まあ、貢献ができるようになり、うん、その矢先に怪我をしたというね、もったいない怪我ではあったけども、やっぱ梅野がやっぱこう支えなきゃいけないところもあっただろうし、うん、
でも坂本がいるからね、思い切りできるっていうこともあっただろうし、はい、だからまあそこら辺はやっぱ坂本の存在っていうのも素晴らしく大きかったよね。そうですよね、うん、あとはその代打陣で例えば熊谷選手代走に出たりとか、熊谷選手だったりとか、はい、あと小畑選手ショートを守ることもあったり、はい、あと小野寺選手、あと三重選手、はい、控えで支えてましたけれども、まあ、原口も良かったな。そうですね、原口、糸原選手もいますね、うん、まあ、糸原も良かった、はい、まあ、原口、糸原だろうな、代打で言えばね、はい、うん、まあ、原口は、まあ、いいところで打ってくれたし、その糸原もそうだよな、うん、もうダメかなこの試合って言った時に、まあ、糸原が繋いでくれたりだとかさ、はい、まあ、いろんなケースがあったけども、うん、まあ、本当にみんなよくやったよね、与えられた仕事をね。本当そうですよね、うん、だから木浪がちょっとや疲れてるなと思って小畑を使ったら小畑が3安打、はい、でも次の日はもう木浪に戻すというね、うん、レギュラーはレギュラー、控えは控えという、やっぱりこうけじめをつけて岡田監督が使ったということもね、はい、まあ、一つの手腕としたら素晴らしかったよね。そうですね、うん、ピッチャーも野手も全部名前が出た時にやっぱどの選手もかけがえのないというか、この優勝に貢献している選手たちばかりだなっていうのが、やっぱりだからこそ優勝できたのかなって。いや、これはね、やっぱ岡田監督はね、貢献できるような使い方をしてたよ。あ、うん、手腕なんですね。手腕なんだ。だから先発だダメだった西純也を中継ぎに持ってって仕事をさせたって、うん、仕事ができるようになって先発に戻して1勝2勝したっていう、だからここら辺がやっぱ使い方がすごくうまかったという。そうですね、あ、ずっと今シーズン中継ぎで行くのかなと思ったら、いや、もう一回先発に戻ったというね、はい、そういうモチベーションをこう考えながら、やっぱ岡田監督っていうのはやっぱしっかり選手を見極め、性格を見極め、使っていったなっていうような感じがするよね、うん、そうですね、なんか岡田監督の手腕とか采配についてはまたなんかね、改めて一本動画でちょっと作りたい。お前怒られるぞお前阪神チャンネルかってお前最近お前何巨人から食らわれかみたいな言われるけど、優勝してから、まあ、そりゃしょうがないな。そう、しょうがないです。そりゃしょうがないです。そりゃこらえて使わさいよな、はい、そうです。じゃあこんにちは。はい、いや、もうオーンというタオルもね、あ、サイン出ましたけど、オーンサインですかあれ笑うな、オーンタオル、タオルいいですね、まあ、確かになみたいないいですけれども、やっぱりこの今年の阪神のこのリーグ優勝には岡田監督の采配手腕がなくてはならなかったということで、今日は岡田監督の手腕をたっぷりと豊さんに感じて、あのね、言っとくぞ、はい、どんな優秀な選手がいても監督が無能だったら優勝しないから、わかる、ね、やっぱどんなっていうか、さ、平均的な選手がいなくても監督によっては優勝ができるんだよ。だそのぐらいやっぱり監督って大事だっていうことをまず話しておくわ、はい、ね、これはね、監督って今の時代コンプラだとか、うん、パワハラだとかいろんなことをつぶやかれるよ、はい、ね、SNS とかでもそうだけども、だけど勝負の世界ってさ、これを超えた何かがないと、うん、一つのチームっていうのはまとめ上げられないよ、うん、これにはブレがあっちゃいけないけど、はい、岡田監督っていうのはそういう面ではコンプラもあったしパワハラもあったと思うよ。だけどこれは優勝ということで水に流れてるよ、うん、勝てば官軍でいくでしょ、はい、必ずそういうことは存在するし、うん、無理してやれじゃないんだよ、はい、でも期待してるから君はこうやってやりなさいっていうことは言うよ、うん、でもこれはパワハラだって取られたってしょうがないわけじゃん、うん、ね、わかる、あの、だからまあそういう受け側もわかるけども、だから岡田監督は一貫してやっぱり自分のスタイルを貫いたというね、はい、もうそこがやっぱ素敵だったよ。そうですね、うん、だから選手のことを思うというよりも、うん、阪神というプライド、うん、これを重んじたい。個々選手のプライドなんてあんまり気にしない、はい、それは多少はね、こう声をかけたりとかするだろうけど裏では、うん、でもやっぱ阪神負ける、そういうプライドを重んじたということが俺は優勝につながったと思う。だから厳しいことも言ったと思う。そうですよね、きっとあの例えばまあマスコミを通してだったりとか、裏で厳しいことがなかったら優勝なんてできないよ、うん、ニコニコ友達じゃねえんだから、うんうん、でましてや勝負の世界だし、はい、ね、これを乗り越えなきゃいけないって言った時に、さあみんなでやりましょうじゃなくて、いいかみたいな、うん、こういうことだって絶対必要だよ、うん、だそういう厚さを持ちながらやれてたという、はい、その岡田監督の気持ちが選手の心を動かしたという、うん、燃え上がらせたという、まあ、そういうことなんだよね。それにはやっぱりしっかりした戦略とか戦術とかちゃんと説明しながらやってたと思う、うん、
これがやっぱ集約されての優勝だと思う。で岡田監督は長い間やっぱ外から解説者としてその阪神のことを見てきて、やっぱりこうした方がいいんじゃないか、なんでこの作戦なんだとかいろんなことを解説の時に言われて、そして阪神に戻ってきて、で岡田監督の解説って面白かったもん、ね、めちゃくちゃ面白いんですよ。もう松村さんがよく言うモノマネしてるけど、はい、ね、だからもうアナウンサーだろうが何だろうが、はい、アナウンサーがヘッドコーチみたいな感じになった時もあったよ。だから言ってるやろ、ここ代打これや言うて、ベンチにいるかのような感じでしたから、ね、そうそう、なんでやねん言うて。そうなんですよ、そうなんだよ。だからやっぱりそれが経験生きて、そして戻ってこられて、で豊さんも最初からその岡田監督が就任ってなった時から阪神は今年面白いよっていうふうにおっしゃってて、いや面白いよっていうか抜けてるよって思ったよね、うん、監督として、はい、戦略戦術として、うん、ただやっぱこうよく言われるのが現代野球と昔の、岡田監督は昭和の野球だから、はい、今も昭和の野球を貫いてるから、でもこれが理解されるかどうかっていうことだったと思うんだけども、言い方を変えたりだとかいろいろしながら理解をさせたというね、はい、まあ、そこら辺のその厚さ、動力というかそういうのが見事だったと思う。そうですね、うん、でキャンプの時から言えばやっぱりその守備をまず固定したっていうところから始まって、でショートも木浪選手、小畑選手っていう、まずそこからまず着手というか守備というか、だから岡田監督の頭ではエラーはあると、うん、でエラーを少なくするっていうのもこれは大変だと、はい、ただそのポジションに専念させるっていうことはこっちの手腕でできると、うん、いうことだったの、はい、んで書でも書いてあるけども戦いの形は守りの形って言われてるんだよ、はい、ね、どこにも隙がないように配置をするという、で今阪神が現状できることはキャッチャー梅野、ファースト大山、中野をショートから動かして、はい、でサトチェル、サード、木浪、これがやっぱり内野の布陣としては一番ベストの布陣だと思うよ、うん、で外野手はノイジー、近本、まあ、森下なのか三重節なのか小野寺とかね、はい、まあ、そういうところで後で守備固めをすればいいみたいな、うん、だからスタートの時点でもうねこれは打撃優先だっていうようなもうねそういうのはねもう綱あたりなんだよ、勝ちに行っても、うん、あエラーしたみたいな、はい、そこから点が入ったみたいな、うん、ね、でも岡田監督はそこのポジションを一つのポジションを専念させることによって安定を求めたというね、はい、まあ、そこがやっぱこういいよ。そうでしたね、うん、だからショート中野見ていてスローイングがちょっと難があると、うん、でショートとファーストの感じよりもセカンドからの感じの方をすると取る方も投げる方もミスが少なくなるんじゃないか、うん、木浪っていうショート、小畑、うん、結構いるなみたいな、はい、でこれを2人で当初やろう、でも木浪の練習量とかも俺はね見てたと思うよ、一人でコツ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 やってた努力をね、だからそういうところで木浪を抜擢したという、はい、で木浪が期待に応える、人ってね信頼されるとやろうとするよ、うん、その人のために、はい、だそのやっぱ木浪の心を掴んだのは大きかったよね。そうですね、うん、木浪選手がその8番っていうところですごい打ったじゃないですか。いやだから、うん、他の監督はいろんなポジションを打たすんだけど、はい、これはね近本がね離脱した時に、はい、普通に考えたらよ、中野1番に上げて木浪を2番、いやそれか8番の木浪を1番にして中野を動かさないでおこうかとか、はい、いろいろ考えるんだろうけども、岡田監督のやり方って昔からそう、はい、4番が抜けたら4番に適してるやつを代わりに入れる、他あんまりいじらない、あだからいじらない、ね、これねやっぱりね打順ってねやっぱり役割があるんだよ、うん、やっぱポジションと一緒で、はい、で野球のリズムっていうのも変わってくる、それを岡田監督がよーく分かってるよ、うん、で木浪8番が一番相手にとって嫌だっていうこともよく知ってる、はい、だから己のチームもよく知ってるんだよ。そうですね、相手が何が嫌なのかっていうのをよく知ってる、うん、次はピッチャーの木浪と勝負行ってやられたとかじゃあ木浪も歩かしとこうって言ったらピッチャーにやられるとかもうややこしいな木浪みたいな、はい、まあ、そういうところもやっぱあったし、はい、だから岡田監督っていうのはできるだけ選手をいじらないようにそのポジションに専念させることでそこに集中させること、それをやっぱ考えたっていうことは他の監督とはちょっと違う。そうですよね、うん、あとやっぱりその佐藤輝明選手だったりノイジー選手がなかなかこう調子がこう安定しない、そういう時に例えば佐藤輝明選手を一回落としたりとか打順を変えてみたり、このあたりっていうのはどういうふうに映ってましたか。
まあでもサトテルの調子の悪さっていうのはさ、チームの悩みになってきた時期があったしね。だからそれだったらね、置いとく方がやっぱマイナスチームにとって、そこの英断が下せるのがやっぱり岡田監督だよね。そうですよね。落とせって二軍で調整させろって、調子が上がるまで上げないって、はいね、考え方がしっかりするまで上げないね。そしたら近本がぶつかってたからさ、ちょっと前倒して上げることになっちゃったんだよね、うん、だからそこら辺は不本意だったかもわからないけども、はい、でもやっぱり落とされることによってやっぱり人っていうのは何か考えるし、うん、自分が足りないところは何かっていろいろ考えさせる時間を与えたっていうこと、まあ、これがやっぱ後半につながってるっていうことだよね。そうですね、9月やっぱり好調だっていうところがようやくここに出てきたのかなっていう。だからね、家族で監督だとか怒らないでやろうとか、うん、もうそんな関係ないんだよ、うん、優勝するってやっぱそれなりのリスクは伴うんだよ、うん、選手と監督の戦いみたいなのがあって、でもそこで監督が勝利してたからなんかみんな監督の言いなりになるというかさ、はい、暗示にかかっていくというか、うん、だから作戦立てればそれが当たっていくっていうのは監督と選手の信頼関係が成立してるから作戦が成功していくんだよ、うん、はい、これが成功しないやつってやっぱね信頼関係がないんだよ。そうでしょ、なんでこんなところでこんなサイン出すかなはい、はいね、そういうことなんだよ、うん、でもあここでこう来たかみたいな。だ大竹なんかお前バスターやった時なんか知らなかったって、バスターでサイン言ってましたね、最初も、や打っていいんですかみたいな、うん、心の中で思ったって、うん、打っちゃえっつったらヒットになるんだから、はいね、もうそういうことなんだよやっぱ信頼関係って、うん、だからそういうところをこう裏でやっぱ声をかけをし、いろんな会話をしながら納得させてやらしてるから、うん、暗示にかかってくるというかさ、うん、まあ、そういう信頼関係が構築されたんだろうなと思う。そうですよね。あとやっぱりその代打にしても例えば継投にしても岡田監督は一切ブレない采配をずっとしてたって。いやだからよし来た俺だっていうのが分かるよね、はい、もう一人一冊だもんね。でしたね。ピッチャー何歩でも変えていってんだったら一球一冊でいくよ多分、うん、まあ、ファーストストライクはこいつ、セカンドストライクはこいつ、勝負はこいつみたいな、使いたいぐらいだと思うんだけど、うん、だけどやっぱ岡田監督の手腕というのは度胸が座ってる。ですよね。あとだいたいね、ツーアウト一二塁、はいね、木下を迎えた場面で島本ピッチャー、はいね、次が溝脇、うん、マウンドにまずピッチングコーチを生かして全部フォークで誘えと、うん、岡田監督ってだいたいねそういうことしないんだよ。はっきりしてるんだよ、はい、だけど一二塁ここで進行敬遠するのもリスクがあると。でもボール球ボール球行ってそれに反応してくれたらこれはチャンスがあると、バッターとピッチャーの間でね。でも木下が止まったんだよ全部、うん、そしたら進行敬遠してわざわざ満塁にして、はい、水脇と勝負だから、はい、でサードボールで打ち取ったっていう試合があるんだけど、やっぱわざわざ満塁には普通したくないよね、はい、まあ一か八か木下で行くかっていうのが大半だと思うんだけど、岡田監督は水脇で勝負行って負けるんだったらもうそれはもう仕方ないと、うん、だけど木下で行って勘なんだよね。打たれて負けるって言ったら納得いかないみたいな。だって申告敬遠があるのに、はい、だからわざわざ満塁にして、はい、ああいう采配とかやっぱ度胸が座ってないとできないよね。後で何言われるか分かんない。そうですよね、まあ、だから岡田監督は何言われても構わないっていうことでしょ。まあそういうことなんですね。周りからはもうとりあえず優勝すればいいんだろうみたいな、うん、精神的にも強いですし、ね、もちろん重いよね。そうですよね確かにそうですよね。いやだから本当に例えばその相手ピッチャーの一球一球も本当によく見てますし、いや見てるよ見てる。相手ベンチがあと左バッター右バッター誰を残してるのかとか、そう、でその裏の裏を書いたりとか、いやだからそれ相手もよく見てるし、やっぱ先の展開も考えてるし、うん、だから岡田監督を超えていくのはないよなかなかね、うん、あの本当に昔の監督ってね、やっぱり広岡さんにしたって野村さんにしたって、まあ、名将と言われる人っていうのは先々読むことがあったし細かかったよ野球が、はい、やっぱこうチームの規律というものに対して厳しかったよ。足並みが揃わないと絶対ダメだと。だから規律をしっかり守らせるというね、まあ、そういうこともあったし、でもそれはちゃんと説明したら今の子って理解力が高いから分かると思うんだよ、うん、じゃないと勝てないんだとね、だから歴史からこう学んできてる人っていうのはたくさんいるし、岡田監督もやっぱ歴史を多分勉強されてると思う、うん、
で勝負ごとっていうことはね、はい、だから今の監督たちはそうしてるのかどうか、他の監督がね、これは分からないけども、岡田監督を見てると顕著に分かるというね。そうですね、うん、だから勉強になるし、はい、ああなるほどなっていう納得をする、うん、これで負けてもしょうがないなと思うもん、うん、そういうことごとく勝っていくからさ。そうなんですよ、うん、いやいや、あの時は1点でいいと思ったら4点取っちゃったよみたいなそうそういうことになるんだよ、ね。だからそんなによく変えてないんだよ岡田監督は。この打順でこの打線、この周り、ここは言ってんだけども、これが決まったら大量点なのかもなみたいな形でやってるだけなんですよ、はい、そうなんですよね、うん、それがうまく回るというね。これ岡田監督がその阪神じゃないチームに行ったとしても必ずこう強いチームにできますかね。なる、なるなる。野球が違うもん。他とも本当によくね、紐解いてこう見てごらんって、うん、違いが分かるから、違いすぎるから。あ、違いすぎるんですね、もう監督の。違いすぎると俺は思うよ、うんうん、他の球団岡田監督来てほしいって思ってるオーナーとかにはいるかもしれないですよね。まあなですよね、まあね。いやでも本当に岡田監督やっぱり今年のこの優勝には欠かせないというか、岡田監督がいたから優勝をこう導けたのかなっていう、まあ、そうだね、でそれにもちろん選手は応えたっていうのも大きいですし、いやそれもちろんね、選手がね、うん、やっぱこういろいろ耐え抜いたっていうこともね、うん、やっぱ評価しなきゃいけないよね。そうですよね、まあ、岡田監督の話をしてたらね、明日の朝まで動画回さないからねちょっとこの辺でやめといたら、そうです、ね、小出しにして小出しにしていきますか、切り取りで切り取りでじゃあ、こんにちは、豊さん、今日は岡田監督の、はい、またか怒られるぞお前、優勝しちゃったから。あ、優勝したからね、優勝したらもう何でもありです。しょうがない、ね、そうなんです、優勝したので今日は岡田監督第2弾ということで、はい、岡田監督の語録、そして凄さというものを紐解いていきたいと思います、はい、まあ勝てば官軍でね。そうですね、もう何でも許されるというね、はい、でも岡田監督の手腕ってすごく危機管理能力もすごくいいし、はい、まあ、使い方もうまいしな。そうなんですね、そのやっぱ危機管理能力というところでは、はい、まず岡田監督は2軍での試合とか、あとフレッシュオールスターとか、すべて iPad とかでチェックしているそうなんですね。だからね、これね、はい、できる人ってなかなかいないよね。その一軍の監督では報告は受けるけど、はい、その自分の目で確かめるとか、うん、自分の足で行って確かめるとか、はい、そういう人っていうのはなかなかやっぱりできないし、いないと思うよ。時間をなかなか避けない、まあ、避けないし、うん、まあ、鳴尾浜っていう、まあ、甲子園から割と近場にあってね、うん、まあ、そこら辺ではこう球場に入る前に、はい、まあ、行ったりとかして見てるのかもわからないし、うん、見れない時はテレビとか iPad だとか、はい、まあ、そういうので見てるんだろうけどさ、俺より一つ上の年って考えると、はい、おっさん頑張るなって思うよいやそうですよね、いや本当頑張ると思うよ。やっぱね、俺もこう YouTube やってていろんな試合を、まあ、常に時間がある限り見ようとしてると疲れちゃうもん。疲れますよね。それで言われるからね、このクソアホどこ見てるんだって大きな噂だ、俺だって一生懸命やってんだこのボケなるほどね、心の中で落ちたんですね。ただ1チーム、うん、まあね、岡田監督みたいにチームを強くするためにこう見るというね、そうなんですね、まあ、そういうのは素敵なことだよな。はい、で面白いのが、自分が実際に見に行かないときは、例えばよく打ったりとか、よく抑えるピッチャーバッターが、はい、自分が見に行ったときにたまたま打っちゃうとか、いいピッチングするっていうピッチャーやバッターを逆に一軍に上げてくるそうなんですよ。まあそれはもうプレッシャーだよね。プレッシャーに強いか強くないかだよね。やっぱね、2軍の選手って1軍の監督に認められたいっていうのはね、はい、必ずあるんだよ。はい、で言ってることを岡田監督はちゃんと見せると思うんだよね、選手に、はい、来てるよ今日みたいな、うん、私が来てるよ、うん、まだこうやってじっと見てるんだと思う、うん、その時に意識してるよ絶対に、うん、やっぱり一軍にみんな上がりたいもん、はい、岡田監督に認められたいもん、うん、そうなってくるとやっぱそこで力を発揮できるやつっていうのはやっぱりそれなりのプレッシャーに強いっていうことだよ。そうみたいですね、やっぱ一軍に上がってきた時に、うん、じゃあ俺がいるところで、あ、そういうピッチング、バッティングをしてくれるんだなっていうのが分かるから、やっぱりその本能でやっぱり開けるっていう、まあまあそうだろうね、それもすごいですよね。いやいや、まあすごいっていうか、まあ普通そうだけど。あ、そうですね。いや、多分ね多分やっぱり見に行って全然ダメでも、うん、まあ二軍監督なんかは、うん、いや、これ調子いいんですよみたいな、はい、
で今今日たまたま出なかったけど、いやたまたまじゃね、見てる時に結果出してくれないとさ、そうです、ね、何にも面白くもなんともないでしょみたいな、うん、まあ、そんな感じだよね。それが、まあ、一軍にその選手たちが上がってきて結果をやっぱり出してるってことですもんね。あとは先発陣も9枚ぐらいは揃えておきたい、7から9は、まあ、大体6で回すよね、うん、はい、まあ、先発ピッチャーはね6で回したとして、やっぱり状態が悪くなる、体調が悪くなる、ちょっと故障が出るっていう風になってくると、プラス3枚から4枚ぐらいはやっぱこう入れてこれるような選手をやっぱ作っとかないとね。そういう選手たちを 2,3 人つまりファームとか2軍ですぐに上げられるように、まあ、そう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 、すごいですね。まあ普通やってるんだよやってるけど勝ったからそうなってるだけで、はい、普通はやってる、他のチームも普通もやってるけど、はい、岡田式っていうのがあるかもわかんないね。あ、だってさ、上げようと思っても、いや昨日投げましたみたいな、はい、そんなんじゃ困るわけじゃない、うんうん、だからちょっと待てよと、ちょっと投げさせないで待っててくれって、はい、急遽呼ばなきゃいけなくなる可能性もあるっていう、そこまで繊細にやってる可能性はあるよね。そうですね、それはやっぱりファームでも先発してる人間はたくさんいるわけだから、はい、ただし岡田監督が言うのは、一軍でしっかり投げれるピッチャーじゃないとダメだよっていうね、うんうんうん、いつでもこう予備軍として置いておかなきゃいけないっていう、はい、まあ、そこら辺は絶対あるよね。ありますよね。あるある。あとその選手の能力を見極める岡田監督のその力というのも感じたのが、その桐敷投手がフレッシュ救援、フレッシュの時に最後投げてたと、それを実際に見て、あ、中継ぎ後ろいけると思ってすぐにもう上げてきてロングリリーフさせたっていうのは、これもどういうところを見て適性を感じたのかなって。やっぱ投げる球とか、投げる間合いだとか、そのコントロールだとか、まあいろいろ見たと思うよ、うん、だからまあそこら辺はやっぱ岡田監督はこういろんなところにアンテナ入りながら、はい、まあ、自分の目で確かめて、うん、まあ、そういうのも立派だよね。ね、もう今日は休みのことはもうね考えたくないっていう時もあると思うよ、はい、まあ、でもずっと見てくれてるんだろうね。でそれもやっぱ選手たちが分かってるから緊張感があるってことですもんね。でやっぱり緊張感があるといえば、やっぱ調子が悪い選手は岡田監督がすぐに下に落とすと、そうなると下に落ちたくないから頑張ろうと思って選手は力を出すというふうにも話しているんですけれども、まあそうだよね、うん、だから代わりがいっぱいいるよっていうことだ。うん、だからこれは有形無形のプレッシャーというか、はい、そういうのを与えてるということだよね、うんうん、その落ちたくないし、落ちたくないから頑張る、その頑張る姿も岡田監督は見ててくれるんだよ、うん、ちょっとなんかこう陰にこもってさ落ち込んでたりとかすると、いやもうファームに落とせと、はい、いうことになるけど、もう必死に拍手をやって頑張ろうとするやつは、やっぱ岡田監督でも残してやろうと思うよね、多分。そうですね、この気持ちがどっかで伝わるだろうな、生きるだろうなっていうことは、しっかり岡田監督も多分見ててくれると思うんで、うん、だからその必死さがね、はい、出てくるっていうのは分かるような気がする、ね、そうですね、いいことだね。そうですよね。あと盗塁なんですけれども、これびっくりしたのが、実は今シーズンその盗塁が全てサインでしか行かせてなかったそうなんですよ。というのも、その結局先発ピッチャーの時っていうのはやっぱり牽制もしてくるし、そのクイックも速いと、まあピンチが広がるから、うん、まあ、それなりのその駆け引きをしながら、うん、まあ、投球していかなきゃいけないから走りにくいよね、うん、その時に無理に個人の判断で行かせてしまうと、それは一つアウト取ってしまうからもったいないので、もう全部サインにしてたと。逆に相手ピッチャーの中継ぎ陣っていうのは、そんなにクイックがうまくない投手たちが出てくるとしないと。なので7回以降をやっぱり走れるときは走れるサインを出すようにしてたっていうのも、そうしてたんだっていう。やっぱりね、気にしてるふりをしてるけど、ここで痛い目を合わないようにってバッターに集中する、うん、先発ピッチャーは場合によっては8割ランナーに来るときあるけど、はい、でもその中継ぎを抑え、まあ、7、8、9を投げるピッチャーっていうのは、やっぱり痛いヒット、うん、痛いホームランっていうのは絶対食らっちゃいけないから、はい、9、1ぐらいだよね、ホームが9、ランナーが1で、気にしてるようだけど、1しか気持ちはないよ、まあ、走られても抑えなきゃいけないっていうことが先だから、うん、だからそういう面では、すごく岡田監督の考え方っていうのは正しいね。
だから選手の意思で行けるなら行けっていうサインではなかったんだ今シーズンっていう。まあでもそういう場面もあったと思うけども、はい、基本的にはサイン、まあ、早く走らせてバッターがボールに集中できるようにっていうふうに思うかもわからないけども、うん、だけどここでやっぱこいつだったら勝負球で落としてくる、その時に走らせたら成功率は高いとか、うん、まあ、そこまでやっぱ考えてサイン出してると思う。あとは、どの試合か忘れたんですけど、伊藤将司投手が、負けた試合があったんですけれども、それもなんであそこで伊藤将司投手を続投させたのかっていった時に、その調子がいいとか悪いとかで決着をつけさせるピッチャーではなくて、あのピッチャーはやっぱもう白か黒かをはっきりつけさせなきゃいけない、そういうピッチャーなんだっていう、ね、横浜スタジアムな、それが逆転食らった時なそう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 かなと思ったんですけど、それはまた投手によって白黒はっきりさせなきゃいけないっていう風に気をかけている選手、投手っていうのもいる、分けてるってことなんですか。まあ、やっぱりこうエースとしてね、柱としてなっていく人間が、うん、いつも5、6回で、ね、リリーフを仰ぐようではやっぱ行く先困るというね、うん、だからこのピッチャーの性格性質としてやっぱロングを投げてくれなきゃいけないし、勝負も決めさせてあげなきゃいけないと、うん、でこの前はほぼ広島戦でね、はい、勝ってるけども、まあ、7回に満塁の場面で代打に送らずに投げさせたっていうのは、向こうから変えようかなと思ったんだけどみたいな、そうですか、ね、だけど、まあ、本人からね、うん、あのピッチングコーチからも9回まで行きたいということを申し出たんで、まあいいかっていう、はい、まあ、そこら辺の岡田監督の頭の中にあるよね、読みみたいな、うん、だそうやって言ってくる方が嬉しくない？嬉しいですよね。あ、変えてくれるんですかみたいな。俺昔さ、甲子園で試合やってる時にさ、はい、ノーヒットノーラン やってるやつがいて、はい、ね、後輩で打たれたんだよ。でマウンド行ってピッチコーチに変わるかって言ったら、普通完封もかかってるし、いや行きますって言うじゃない、はい、あ変わりますって、なんで俺ガクッって言ってなんで、いや、まあ、まあそういうピッチャーもいる中で、はい、いや行きたいっていうピッチャーはやっぱ評価してあげたいよね。ですよね。だしなんかこう岡田監督もじゃあ行きなさいっていう風に自信持って送り出せるし、まあ、まあ それもまあ信頼関係もあるんだと思うね。まあそれはそうですね、うん、また、まあ、チームの余裕もあるよね。あ、そうですね、うん、それとやっぱ中継ぎをできるだけ休ませてやりたいっていう、うん、まあ、気持ちもあっただろうね。ですね。あとは今年からですけれども、そのフォアボールにインセンティブをつけるっていうことをやっぱり条件にしたっていうところも、うん、はい、まあ、岡田監督が振るった采配の一つだと思うんですけれども、やってるところもあったんだよ、外国人だけに。あ、外国人は打たないと金にならないんだよ、はい、プリ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 何でも振るんだよいやだけどインセンティブをつけた途端に、はい、ピタッピタッピタッと止まるんだよ。やっぱりね、お金、お金なんだよそうですね。あ、だから取れよって言うんじゃなくて、やっぱりインセンティブまでも話を持ってったっていうことが、うん、やっぱ岡田監督の一つのヒットだろうね。そうですね、まさにヒットですよね。それで選手たちが今年本当にフォアボールの数が一気に増えたっていうのが、そうそうそう、やっぱフォアボールの一つの多さっていうのが他チームより多いっていうのが、優勝への足取りをやっぱ軽くもしてると思うよ。うん、あとは何と言ってもそのマスコミを通して必ずあの阪神の岡田監督の一問一答って翌日記事になるので、選手がそれを読むっていうのも分かってて、いやそりゃそうだよ計算づくだよそんなことはそれも一つの手です。いや昔はよくやられたんだからこの野郎みたいな新聞叩きつけてよし今日見とけみたいな、そうやって気持ちを盛り上げるとか、はい、ね、褒められてにんまりしてるとか、うんうん、まあ、そういうことも計算してるよ、うまい具合に、まあ、そうそうそうしてるんですね。いやー、まだまだなんか話したらね、あの、いや、キリがないんだっつうの確かにキリがないんですけれども、ね、まあ本当にあの人としてね、魅力あるよね、うん、どうですか他チームの監督さんたちも、例えば岡田監督みたいにこう島やっていきたいなとか、そういう思いっていうのが今シーズンどうなんだろう、あるのかないのか分からんけどな、うん、まあこれはやっぱりいろんな勉強もしながら人間的に自分も磨いてこなきゃやっぱなかなかできるものではないと思う。まあコーチにこうやってパパッと進言されて、お、それいいなって言ってるようじゃダメだよ。いやそれはそうよ、これはこうよ、おー言ってこう返すことができないと、もう本当に監督として全てを持ってないと。そうなんですね、監督も持ってない。いや、その野球の全てが入ってるというかね、うん、大げさに言えば、うん、
まあ、そういうことじゃないとやっぱりなかなか岡田監督みたいにはならないよね。もうつくづくと思うけど、やっぱ監督ってやっぱ年齢的になせる技っていうこともある、うん、で年齢が説得力を生むことがある。年の子ってよく言ったもんだけども、はい、やっぱねいい年の子になったね岡田監督は。そうなんですね。お休みの時もそうやって2軍の試合だったりとか選手のことをケアしたりとか、そういうのがやっぱりこの勝敗というか選手の信頼関係にもつながってるのかなって、ね、うん、岡田監督は学生の時にね日米野球で一緒になって、はい、まあ、選手権でも戦ったけど、うん、すごく可愛がってくれて、選手の時からね、はい、言ったらお前今日飯食い行くからお前ここに出てこいって、お、まあ、大阪でねここのタコうまいからって言って食わされて、はい、美味しかった、ね、俺ごたこだよ次の日岡田監督はお前ボコボコ打ってたけどやられた、いや、まあ、やられたっていうかなんかすごい可愛がってもらったしね、今でも平気でこう挨拶行って話もできるけど、はい、いやいい先輩持ったなと思うよな。いやそうですね、はい、でもちょっとタコはひどかった。タコは痛かったな。タコはダメです、ね、ましてやお前塩で食ったらうまいんだよみたいな、次の日パンパンやんか、むくんで、もうまんまと、まんまと一緒にはまりましたね、はい、じゃこんにちは、はい、さあ今日も阪神です。もう疲れた。疲れてない、まあ、阪神はねすごく味のある選手もたくさんいるし、そうなんですよ、あの好感の持てる選手もたくさんいるな、いっぱいいますよね。で中でも今日は坂本誠志郎捕手キャッチャーのをピックアップしたいです。よくピッチャーの話の中で誠志郎さんがとか誠志郎がとか、よく聞くな。聞きますよね、リードで助けてくれたとかね、はい、まあ、確かにその通りかなっていう節はあるよ、うん、今シーズン本当梅野選手が怪我で離脱になってから正捕手としてそこから守っていて、はい、で優勝を最後まで導いてというところで、まあ、試合数も過去の中でも今年は一番最高の試合数も記録しましたし安打数も記録しましたし、まずその坂本選手の凄さというのはどこら辺にあるんですか。リードあのね、はい、嫌味がない。嫌味がない、まあ、分かるかな。強くないというか、うんうん、こう強いキャッチャーっているんだよ、まあ、オラオラ系の、まあまあまあそう言えばそうかもわからないけど、うん、でも君の投げたい球はこれでしょうみたいな、うん、あそうですみたいなそんな感じがするんだよ。投げたい球でもおこれしかないぞみたいな、うん、そういうことじゃないみたいな、あなたの投げたい球はきっとこれですよねみたいな、そういう感じなの。だからすごくね柔らかいのよ。なんか包み込むような、あそうその優しさと、はい、なんていうのお前のこと分かってればおいでみたいな、うん、なんかそんな感じがするの。へ、見てるとね、はい、うん、なかなか表現的にはちょっと難しいかもわからないけども、うん、お前の投げたいのはこれかこれかこれでいいだろみたいな、そういうんじゃない、うん、これだよねって、うん、あなんで分かんのって、分かってるよ来いよみたいな、そんな感じがするんだよ。だすごい会話ができるというかさ、バッテリー感で、あそれじゃないですって言ったら、うん、あそうかそうか分かった分かった、じゃあこれだなみたいな、大体2回ぐらいで決まるから。早っ、首振られても。そうなんですね、うん、球種の多い人って3回までには決めるな多分。じゃあピッチャーを気持ちよく投げさせてあげてどんどんいい球を放らせるようなタイプなんですか。気持ちよくじゃない。気持ちよくではない。でもね調子に乗んないっていう時もあるんだよ気持ちよくなりすぎんなよって、そのぐらいね繊細にリードしてるというか、なんかねそれが伝わるんだよね、なんか見てると。いやいやお前これあんまり調子に乗りすぎたらやられるよって、だからちょっと待ってちょっと待って抑えろ抑えろって、ちょっと一球ボールにしとこうなって、とんでもないボールでもいいから来いみたいな、もうね気持ちよくなってもう猿が木に登るみたいな感じのピッチャーもおるから、だからそうじゃなくてそうもさせない、落ち着いて落ち着いてみたいな。だからまあそういう意味ではすごく大人というか、そんな感じがする、うん、坂本選手っていくつだ。坂本選手はですね今29歳です。11月で30歳になります。キャッチャーだな。でもな明治大学からです。あ、うん、そうですよね。あれ何戦でしたっけ、広島戦で金土日と村上投手大竹投手伊藤将司投手が全部10勝していったあの先発陣で無四球全員が引
卑怯だよな自分たち取るくせにさ相手にはやらないなんて、まあ、卑怯ではないけどさそのもちろんピッチャーがすごいっていうのもあると思うんですけど、その無四球の投球をさせてるその坂本選手っていうのはこれまたどういう、いやだからストレスがないようにリードしてるというピッチャーがね、ただし勝負どころでは厳しいボールもいってるはずなんだけども、はい、それでも出さないっていうのは、うん、バッターを不利な精神状態に追い込みながらボールを振らしてる、ね、うん、だからそういうこともできるし、いやまあよく見えてるよ、やっぱり、うん、特にね本当大竹選手と組むと10勝2敗っていうすごいこう組み合わせというかマッチングというか、まあね、うん、そのなんか相性というかあるんですかね。いやリーダーの良さってあるよやっぱりね、うん、あの何を出すか出さないかっていうよりも、はい、あのね人間的な関係が良好だということだよね、うん、多分、うん、こう会話のテンポだとか、まあ、ベンチで入って座ってる時に打たれた、うん、まあ、その反省で、まあ、こうこうこうだからこうだったんじゃないのかなとかな、はい、そういう分析力とか伝え方とか、うん、まあ、そういうことも含めてやっぱりいいキャッチャーなんだ多分。ただねリードは絶対じゃないもん、うん、言えば、はい、いいとこに決まってもさ、はい、それはただ決まってると思うだけでバッターにとってはものすごく甘く見えてる可能性だってあるしね、うん、だからそういう意味ではそれリードは絶対的じゃないけども姿形座りだとか、はい、キャッチャーの座ってる姿だとか考えてる姿だとか、うん、そういうものがピッチャーから見てやっぱり信頼が置けるんだよ、うん、だからリードが正解になってくるんだよピッチャーから見ると多分ね、絶対やっちゃいけないリードっていうのもあるよもちろん、はい、基本的に考えると、だけどそれは絶対やらないキャッチャーだから、うん、それは頭いいし、はい、それは組み立ての中でしっかり持ってる、うん、でもそれを出すタイミングだとか出すリズムだとかこう話をしてて会話がつながらないっていうやつはいるでしょこいつは何言ってんだみたいな、いやそれ分かるって言いたいことあるけどこれの言い方って何よみたいな、はいはい、あるでしょ、はい、だからその姿がやっぱこのサインの出し方って何よとかやっぱもうピリついて投げてるからピッチャーって、うん、ね、でもそれを冷静に柔和にさせてくれるのが坂本誠志郎なんだと思う、思ってるものなんですね、うん、彼自身がだからちょっとおかしいなと思ったらすぐマウンド行ってタイム取って、うん、そうですそうです、ね、話をして落ち着かして最後腰のところをポンポンと叩きながら、まあ、帰っていくという姿がいつもなんだけども、はい、だから人がやることだから、うん、人なんだよね多分坂本って、はい、だそこが立派なんだと思うよ、だからねエンドラン出したりだとかラインのヒットの形でもさ絶対なんとかしてやるっていう形が見えるもん、うん、そのバッティング一つにとっても、はい、だからそれが全てキャッチャーとしても出てるんだと思う、なんとかするから信じてくれ信じて投げてこいみたいな、うん、そういうことがあるんだと思う、それが伝わるんだと思うピッチャーに相手に、だからいいキャッチャーってさあ打った投げた、うん、盗塁刺したじゃなくて、うん、信頼関係だから、はい、そういうことまで構築させてる普段の坂本誠志郎の姿が素敵なんだと思う、うん、俺は、うん、だからあここ走ってくるかも、少しでもキャッチャーに協力するためにクイックを早くしてあげようとか、うん、そしたら坂本がそれに期待応えて刺してくれてゲームセットとか、はい、まあ、そういうことにもつながるんだと思うよ、うん、もう人柄なんでしょうね、その人柄がなせる技というか、いや絶対そうだって、人柄が良くないとそんなにヒーローインタビューで坂本誠志郎坂本誠志郎誠志郎さんがとか誠志郎がみたいな、そうは言わないって愛されてるんですね、うん、いやだと思うよ、うん、そうですよね、だからキャッチャーとしての能力も高いし、うん、普段やっぱりピッチャーとのその会話の中でね、うん、まあ、いろんな会話があるだろうけども、ピッチャーの気持ちを汲みながら、だからピッチャーの気持ちを一番こう分かってるのかなって思うよね、キャッチャーとして、はい、うん、キャッチャーとしての要求っていうのはあるかも分からないけども、ピッチャー主導で考えてあげられる余裕のあるキャッチャーかなって、うん、でもここは違うって言った時にはちゃんと説明に言ってるよ、うん、ここは俺に任せてくれないかとか、はい、ここは絶対こうだからこうしちゃいけないからねとか言ってると思う、そういうコミュニケーションも普段から非常に取ってるのかもしれないですね、投手陣の。でももちろん取ってると思う、うん、ミーティングでもずっとバッテリーって一緒だし、はい、で会話も交わすしね、うん、だからその中での会話でこいつとは話が弾まんなっちゅうやつじゃないんだよ、うんうん、話しやすいなみたいな、はい、
聞き上手やなとか、うん、まあそういうことなんだと思う。いるもんな、本当こいつと会話が進まんなみたいな。なよう喋るなってやつも多いしな。まあいっぱいタイプいますもんね。まあその中で いろんなタイプに合わせられるのが坂本の人間性なのかなって思うよね。そうですね。で受け入れてくれるという、うん、やっぱりピッチャーってわがままだから、どちらかというと、うん、受け入れてくれた方がやっぱ信頼度が受けるわけ、うん、だからそこら辺の懐の深さっていうか広さというか、まあ、そういうのは坂本選手は持ってるんだろうなって思う。そうですね。だからまあ想像できるけどね、そういうふうにはね、うん、年上でも後輩でも関係ない。後輩だと例えば話しやすいような雰囲気を作っておくとか、先輩とかでも先輩なんかケアできるような話し方にするとか、まあ、それぞれに変えてるんでしょうね。だからまあそこら辺がセンスなんだよね。センスですね。だからその人との接していく上でのセンスというかさ、うんうん、そういうものを持ち合わせてるんだろうなって思って、ね、あの西勇輝投手がこの前完封した試合なんかも、西勇輝投手が喜びながら坂本選手のところにわきわき走っていって、西勇輝投手が完封したみたいな、それもやっぱ引き出したのが本当だな、うん、坂本捕手ですし、まあ、あの時はやっぱりリードは見事だったと思うのはインサイドバジョリーがしかないすごかったありましたよね。本当にだから今日の西はいけると思ったんだよ。それはやっぱ瞬時にやっぱりもう、やっぱね、この一球受けただけで、あ、こういう組み立ていけるなっていう感性も備わってるんだと思うよ。あ、ここにこういう要求して、あ、ここ投げ切れるんだと思って、うん、じゃあこういう組み立てはみたいなった。ああ、チバチン。チバチン小関もなんですよね。チバチン。いや、その頭の回転の速さとか、組み立ての速さっていうのも持ってる才能の一つというか。あ、そうだな。今シーズン最初、岡田監督が梅野選手を正捕手で行くっていう話がありながらも、でも梅野選手がアクシデントでこうなった時に坂本選手がいてっていう。だからもうそれはね、岡田監督の頭の中ではやっぱ坂本誠志郎っていうキャッチャーの評価っていうのはものすごい高かったと思う。ただ体力的なものとかいろんなことを思うとさ、やっぱ実績的には試合数も含めて梅野の方がだいぶ被ってるわけじゃない。ね、で実績を見ると坂本っていうのはそんなに被ってない、うんうん、だどの程度の実力かわからない。でもバッテリー組ませてみせると勝ち星を取ってくるみたいな、うん、なかなかいいキャッチャーだって認めつつも、全体的を見た時にあの梅野なんじゃないかっていうバッティングも含めてね、はい、いうことがあったと思うんだけども、でもそういう経験をさせてて梅野がいなくなった時に正捕手にした、うん、まあこれはねやっぱりこう使いながらだから、梅野を休ますね、梅野が調子が悪かった時に坂本みたいな、うんうん、まあ、そういうことを使ってたからね、梅野が調子が上がるまで使えるっていうんじゃなくて、はい、まあ、途中でやっぱり坂本っていうのを出してきたからね、うん、まあ、これはうまく回ったなと思うけども、うん、まあ、組ますとほとんどのピッチャーが勝ち越すというね。青柳投手は5勝0敗なんですよ。ね、帰ってきてから5勝全部坂本投手とっていう。やっぱね、インサイドの使い方がうまい。バシバシここに決めないと勝てませんよっていうリードする。はい、決まりましたね、もう一回いってみましょう、決まりましたね。なんで坂本選手だとインサイドいけるんですかね、ピッチャーが。じゃあなんでだろう。いや、なんでか知らないけどそれはやっぱ、あ、坂本がそういうんだったらって思うんじゃない。あ、だんだん坂本マジックにピッチャーもハマっていくんですかね。まあ、はめていくよね。すごいな。でしかもファンからもやっぱり愛されてる選手ですし、来シーズンどうするんですかね、岡田監督。来シーズンの起用方法、キャッチャーも。でそれはまた競争だよね。あ、キャンプから、うん、まあそれは梅野がいない時に坂本が頑張ったから、うん、じゃあ坂本かって言ったら、うん、そうじゃない。やっぱ木浪も1試合休まして小畑が3本打った。いや、すごい活躍したなって、うん、次の日外してるからね、うん、だからそれはまだ競争で、レギュラーとレギュラーじゃない人っての使い分けっていうのは岡田監督がするけども、はい、それはまあ坂本は坂本で、まあ、来年また勝負。そうですね。そりゃそうだよ。そっか、また来年は一からっていうことになりますもんね。そうそうそう。でも坂本がいるから梅野が思い切りできるかもわからないし、でもピッチャーも悪かった時に坂本が被ったらなんか今日はいけそうだみたいな思うかも。なんか負け運んでても、じゃあちょっとキャッチャー変えてみたらそこでまたいい流れが。それ言いにくいんだよね。う、梅ちゃん、そうそう、梅ちゃんごめん、梅ちゃんがまだダメだって言ってるんじゃなくて、お前なんかそうやって遠回しに言ってるみたいな。やめなさいそれ。私梅田選手も大好きなんで。そう、梅ちゃん梅ちゃんってね、お前が梅ちゃんって言うなって大きなお世話だって、コメント欄に
書いてあるけど、ね、昔から梅ちゃんと呼んでる。そうですね、確かに、ね、いやでもその切磋琢磨しながらっていういいライバルがいるっていうのがいいですね。そう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 、だからでも梅野もね怪我してね、坂本がいるから、うん、無理しないで治療に専念もできるだろうし、うん、ああよかった優勝できてっていうふうには思ってるはずだしね。そうですよね、うん、だから2人でね切磋琢磨して、はい、まあキャッチャー今1人だけでやり抜こうっていうチームはいないしね、うん、本当にいい相棒ができたみたいなね、はい、まあ、そういう形にはなっていくと思うけどもね。そうですね、はい、ちゃっこんにちは。さあ今日は、はい、阪神の木浪選手です。話題は木浪はね、はい、影の MVP というか、はい、まあまあ MVP が発表になってないから分かんないけど、はい、本当によくやったと思うよ。そうですよね。で最初は小畑と2人でショートを守ってくれればいい、2人のレギュラーだって言われてたのが、やっぱり木浪がね、うん、しっかりとレギュラーを勝ち取って、はい、まあ、最後まで出ていったという。そうです、うん、で今シーズン初の規定打席到達ということで、いや本当にもう給料いっぱい上げてあげてよ。そうですよね、本当に。いやこのね木浪の8番というのが、はい、どれだけ相手にとって嫌だったか、はい、で木浪を申告敬遠、ピッチャー青柳、うん、青柳がツーベース打つとかね、はい、いやとか、はい、いや木浪が調子が良かったから、うん、まあ、申告敬遠されてピッチャーまで回して、はい、仮にアウトになっても次の回1番からと。そうですそうです。だからそういう打順の巡りとかも含めてね、はい、でいや木浪申告敬遠しても次代打に出てくるよと、うん、ね、だけど木浪と勝負やと、そしたら木浪がタイムリー打つとか、はい、あだから本当本当に嫌な8番バッターだったな。そうですね、聞いてたよ、ま、8番が聞いてた。もうそうですね、だから途中とか終盤から他のチームが8番にああいう選手を入れるっていうようなちょっと傾向を取ってきてるチームもありますよね。まあ、そうだね。だから近本が打点が多いとか、はい、得点圏打率が高いとか、うん、まあ、これもプラスされて木浪の存在っていうのはすごくクローズアップされたけども、うん、はい、下位から上位に回ってきて得点するパターンっていうのもものすごく多かったしね。そうでしたね、うん、それはもう木浪が8番にいたから、うん、まあ、そういうことになったんだけどもさ。そうですよね。ここまで、まあ、9月の20日現在なんですけども、試合数が120、これはもうキャリアハイです、はい、で打率も2割7分8厘、はい、ということで、で安打数も107で40打点ももちろんキャリアハイなんですけれども、8番が40打点でしょ。はい、まあ、いかに打ったかだよ。そうですね、普通8番って言ったらもう本当にへのかっぱみたいなやつが打つやつがいるからね。そうでしたね。いやいや本当にそうですよね。あだからどれだけやっぱり木浪が効いてたかだよね。いや本当相手にとってものすごく嫌だったと思う。ですよね、うん、それも左右関係ないからね。あ確かに関係なく打ったし、うん、だから本当に岡田監督がガンとして8番を動かさなかった、うん、8番木浪、はい、これは効いてたな。でこの8番の木浪選手のこの活躍について、OB の鳥谷さんが話してらしたのが、はい、その岡田監督が木浪選手を抜擢した経緯について言及したんですけれども、はい、最初はやっぱり小畑選手で行くと言っていたけれども、はい、その秋のキャンプに行ったら木浪がいいんだよと、外から見ている木浪選手よりもグラウンドに立った時の木浪選手の方がいいという話で、うん、まあ、この2人を争わせているというふうに言っていて、最後は、まあ、木浪選手が勝ち取ったということなんですけど、これなんでか知ってる？木浪がそういうふうになったから。いや分かんないですよ。出れない時も本当に練習やってたらしいよ。あ、そうだったんですね。もういつかチャンスが来ると思って室内で黙々と打ってたらしいよ。へえ、うん、そういう裏付けがしっかり伝わったんだよ岡田監督に。さあ小畑がやってないわけではないよ、うん、はい、でもそれまでプロとしてのキャリアとしてやっぱ木浪の方が上で築き上げてきたもの、うん、それを見た時にやっぱ岡田監督が光るものを見つけたんだと思う。そうなんですね、うん、いやじゃないと、うん、やっぱいきなりレギュラーに使われてまたショートで、はい、2割7分8厘で40打点、うん、これ無理だもん。そうですね、うん、いやだから そ, うか、まあ、それだけの裏付けをやっぱ岡田監督は感じ取ったんだよ。だからすごいんだよ、うん、それはやっぱ外にいるとあんまり知る由もないというか、うん、
分からないところで、でも実際グラウンドと同じユニフォーム着て立った時にやっぱ裏付けのある選手っていうのは見抜くよ、分かるよ。そうなんですね、うん、それとやっぱ体力的なこと、いろんなこと、人間的なこと、それを見た時にやっぱ木浪の方がやっぱ上だっていうふうに判断したのは俺も正解だったと思うし、でましてやショートであれだけの辛いポジションで、やっぱ辛いよショートって、本当にきついから、で優勝争うしね、甲子園球場その中でやっぱ守りきり打ち切ったという木浪は本当に給料上げてほしいよ。もうそうですよね。いやいや本当に確かに今いくらぐらいなんかな、今いくらなんですかね。いや本当だよ、うん、矢野監督の時っていうのはほとんど使われなくて、はい、小畑をね次世代のレギュラーとして扱おうとしてた時にね、はい、木浪っていうのは悔しかったと思うけども、うん、まあだけどそれに腐らずね、はい、黙々とやってたっていうのは、うん、あの素晴らしいことだし、今2100万ぐらいらしい。年俸2100万です、ね、これはどのぐらいアップ、1億やりすぎた、ちょっと、はい、そうですね、8000万ぐらいは、うん、いや上げてほしいなと思うよ。いやそうですよね、木浪選手がいなかったらって考えるとやっぱりね、どうだったか分からないですし、まあ、いなかったら大畑がやってた。あ、まあそうですね、まあ、いやでも大畑はだからそこまでの数字を残せたかどうかっていうのは分からないけども、うん、木浪のあの存在感っていうのは大きかったな。で、何度ヒーローインタビューに立ったことだろうっていう、また爽やかなんですよね、うん、でも数はそんなにない。あ、そうなんですね。なんかイメージでは今シーズンいっぱいヒーローインタビュー見てるような感覚、8番だなので、うんっていうイメージがありました。でもね、地味にやっぱ聞いてるっていうタイプだよ、うん、その派手にはない、だからいいんだよ、あ本当に、うんうん、だから木浪の存在感っていうのはすごく光ったというね。そうです、優勝してね、うん、初めて、うん、それはもう途中から、はい、まあ、木浪が8番が効いてんだと思ってたけど、はい、優勝を改めてするとね、うん、8番の大事さ、これは木浪がなんかこう教えたような気がするよね、うん。岡田監督が8番に据えた理由にはやっぱ近本中野っていうのがしぶといから、うん、木浪とはあんまりこう話したくなかったんだと思う。7番にするとかじゃなくて、はい、8番に置いたっていうのはピッチャーにバントさせて近本中野で返せることもできるっていうふうにやっぱ思ってたし、その通りになったよね、木浪が期待に応えたということでね、はい、うん、だからいや立派だったな、辛かったと思うよこれも。うーん、ちょっと今日は泣かないけどもう私一瞬泣くかなと思うんですけど、はい、いや泣きそうになったけど、まあいつもバンタミ泣いてると、また泣いてんのかと言われるし、なんかどっかでね、あの阪神の優勝の時は泣いたくせに、オリックスの時は泣かないのかみたいな。そうです、いつまいつでも泣けないんだよまあね、いつでも泣けないんだよ、はい、まあ、木浪は本当にね考えると涙が出そうなんだけど、うん、今日はちょっと頑張りそうかいやだけどそのぐらいやっぱり木浪っていうのは、はい、くじけそうな時、しんどくて倒れそうな時、もう本当に歯食いしばったと思うよあの子は、うん、でもそれは自分がやってた、裏でやってた熱量があるから耐えきれたと思うよ。うん、だからどれだけ大切なことをね、うん、コツコツ積み上げてきたかっていうことも、うん、こうポッと出てやったわけじゃないから、うん、本当にやってたからあの子、うん、だからそれを評価、球団もしてほしいなっていうね。そうですよね。でこういう人が将来的にコーチになると素晴らしいコーチになると思う俺は、うん、努力して人のね辛さとかそういうのも知ってますもんね、うん、さすがアジア大学だそうですね、鍛えられてるみたいな。そうなんですよね。だ5年目でようやくね今年規定打席に到達しましたけれども、はい、2018年のドラフト3位で青森山田、アジア大学、ホンダ、阪神タイガースなので、やっぱ社会人としては本来だともっと早く自分はレギュラーで出たかったっていう思いもすごいあったと思うんですよ。でも自分をずっと信じてたんだな、信じる力もあったということで、はい、称賛されてもいいと思う、まあ、今年、まあ、29歳、ようやく遅咲きだけどな、うん、だけどやっぱりしっかりしたものがあるな。本当そうです、ね、うん、立派だったな。来シーズンのあれですか、またキャンプ感になると一から小畑選手との競争みたいな感じになるんですかね。周りはそう見ないよね、
もう木浪がレギュラーだなっていう見方をするかもわからないけども、うん、まあその裏付けをしっかり作ってきた人っていうのはまた一からだっていうふうに足元から作り上げてくると思うよ、うん、そのぐらいの性格の持ち主だと思うけどね。また小畑選手もね、来シーズン負けちゃらんないぜみたいな、はい、うん、ね、それがまた切磋琢磨でライバルでもあるけれども同じポジションを分かり合うチームメイトっていう存在っていうのも大きいんですよ、ね。まあ、そうだね。だからまあ1シーズンやったからって木浪の気持ちっていうのはやっぱブレないと思うけどね、うん、そのレギュラーに対しての気持ち重いっていうのはね、はい、まあ、だけどやっぱ成績が落ちてくると少しでも、うん、よしちょっと今日からちょっと小畑行ってみようかとか、うん、それはやっぱり競い合わせるよ、はい、それは小畑もものすごい能力が高いもん、うん、あの子は、うん、だから早いうちにまたこわーってなるかもわからない。そうですよね、うんうん、だけどそれはもうプロだから競争だから、はい、でもこの優勝がやっぱ一つの要因として挙げるとすると、うん、やっぱ木浪の8番の存在というのは岡田監督がどれだけ信頼できたか、はい、まあ、これはね、その期待に応えた木浪は立派です ね、 ね、はい、周りがさ、はい、いや木浪は8000万ぐらい行くよみたいな、うん、言ってあげる、どんどん言っとくと上がりますよ。なんか阪神も8000万上げなきゃいけないような風潮になってくるからさそうですそうです。まあ、1億まではちょっといかないかもわかんないけど、はい、8000万8000万言うて言うといてあげないと。そうですね、周りから固めていかないと。いや周りからなんかそういうさ、うん、空気ってあるじゃん、はい、もっと上げなきゃいけない空気、はい、これを今度は阪神ファンが作ってあげてほしいなと、うん、8000万って言って、うん、それはいいかもしれないですね。もしかしたらもっともらいたいってかもしれないです。いやもっと上げるかもな、うん、いやそうですよそうですよ、可能性はあるよ、ね、可能性はありますよね。いやでもそのぐらいの俺は価値があったと本当に思うから。そうですね、はい、あのベストナインはどうでしょう、選ばれる可能性っていうのは間違いないんじゃないかな。おこれはだってライバルがいないだろ。そうですね、まあ、坂本が1本打ってるけど今サードにいるし、うん、はい、ちょっと休んだ時期もあったしね、うん、はい、だからそういう意味では木浪っていうのは、うん、ベストナイン、ゴールデングラブ、はい、可能性あるよな。ありますよね、うん、門脇がまだショートに入って、うん、エラーなしなんだよね。あ、そっか。ただ規定打席には、まあ、そのベストナインは無理だよ、はい、だけどそのゴールデングラブとかそういうのは試合数70以上だったかな、そのポジションでゴールデングラブ、それが一つの目安だったかな、はい、でもやっぱ木浪だな今年はな、まあ、あの1シーズン通してあそこを守ったっていうところですもんね、ショート。だからタイトル料とか、うん、そのゴールデングラブとか込み込みで込み込みで1本お願いします。お願いします